この事件は今年6月、岐阜市にある陸上自衛隊の日野基本射撃場で18歳の元自衛官候補生の男が自動小銃を発射し隊員2人が死亡、1人が重傷を負ったものです事件以降、射撃場での訓練は中断されていましたが陸上自衛隊によりますと、昨日、兵庫・強志・森山中遁地司令が 岐阜市の柴橋正直市長と面会し射撃場での訓練を再開する方針を伝えたということです訓練の再開時期についてはまだ決まっていません住民の皆様との信頼関係が大切でありますので丁寧な対応をお願いしますというふうにお話をさせていただいたところです陸上自衛隊は明後日夕方に周辺地域の自治会長らに説明会を開くということです